ねえママ、僕のお願い。つんく、し、中川美佐子、え。ねえ、ママ、お願いがあるんだ。今日は、なぜかパパがいない。ねえ、ママ、あのさ、こんな日になんでパパいないんだよ。なあに？ママ、今日は忙しいの。ねえ、ママ、あのさ、あんさ、ね、はあ、ダメだ。言えない。あら？どうしたの？それより、宿題は終わったの？あ、そうだね。宿題、しなきゃね。はあ、言い出せなかった。ねえ、ママ、実は、お願いがあるんだ。僕、買い物に行きたい。行っちゃった。どうしたの？何を買いたいの？おもちゃはこないだパパに買ってもらったでしょ？違うよ。そんなんじゃないもん。ママ、お願い。それ以上聞かないで。じゃあなに？言ってごらん。じゃないといかない。ママまだ洗濯もしなきゃいけないのよ。うん。ママ、それが終わったら、僕、買い物に行きたい。宿題ももうすぐ終わるよ。ママの喜ぶ顔が見たいんだ。だから何を変えたいの？言わなきゃいかないって言ってるでしょう。言いたくない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 。明日は母の日。僕、最初は何も気にしてなかった。でもね、クラスのみんなもママにいろいろサプライズ企んでるみたい。ママを驚かせたいんだ。パパの肩もみをしてもらったお小遣いがだいぶ溜まったから。だから僕、ママのために買い物ができる。僕も急にアイデアが湧いたんだ。買いたいものができちゃった。でも、僕、子供だから、一人で買い物に行けない。買い物に行きたいのに、どうしたらいいだろう。ママの、喜ぶ顔が見たい。ねえ、ママ。ねえ、ママ。だから、なーに？どうしたの？もっと集中しなきゃ。宿題を終えちゃいなさい。僕は、悔しくって涙が出てきた。だって、言いたくないんだもん。だけど、ママにプレゼントしたい。サプライズがしたいんだよ。でも、どうしたらいいかわからない。涙が止まらないよ。なんで泣いてるの？泣いてもダメよ。おもちゃは買わないからね。違うよ、ママ。そんなの欲しくない。だったら、何が買いたいか教えて。それを言いなさい。もういい。何も買いたくない。僕の涙は止まらなかった。なんで？何？何が買いたかったの？教えて。ママの質問は止まらない。僕はついに打ち明けた。僕はママに母の日のプレゼントを買いたかったんだってことを。ママは泣き出した。
ママ。ごめんね。そんなつもりじゃなかったんだ。ママを悲しませるつもりじゃなかったんだ。ママ、ごめんね。ママは僕を痛いほどぎゅーっとした。ずっとずっとぎゅーってしてた。ママ、ありがとう。ママがぎゅーっとしてくれるだけで、僕は幸せになれる。ママ。結局、ママを悲しませちゃった。だから言いたくなかった。だってママ。だってママ。だってママ。ごめんね。だってママ。ありがとう。でもね、ママ。僕はもう大きくなってきたよ。僕を信じて、ママ。パパが帰ってきた。ママはパパに今日の出来事を話したみたい。笑い声が聞こえる。もう！でも、好きだよ。ママ、パパ、おやすみ。